はい、どうも、ともたかです。前回の動画に引き続き、今回は、ダイエットのお腹周りで、下腹部、下腹についてお話ししていきます。で、下腹なんですけども、なんで下腹が、割れないというか、腹筋も割れにくいし、お肉が落ちづらいのか、ということについてお話しするんですけども、その理由としては、実は下腹って血行が良くないんですよ。ここの血流が良くないから、冷えやすいというか、脂肪が溜まりやすい部位っていうことになってるんですね。じゃあ血行を良くしてあげようってことだったりとか、あとは下腹の脂肪さえ使うように体の状態を持ってきてあげる必要があるんですけども、それには何が必要かっていうことについてお話していきます。この動画見ていただくと、下腹のお肉を落とす取り組み、何が必要かっていうことがついて、何が必要かっていうことについて、理解していただけるかなと思います。はい。では早速本題入っていくんですけども、下腹の、お肉を落とすには何が一番効果的かというと、結構知ってる方もいるかもし、やってる方とか知ってる方とかいるかもしれないんですけども、プチ断食です。プチ断食。で、プチ断食がなぜ効果的かというと、体がその、ちょっとした飢餓状態というか、栄養素がない状態になると、びっくりして、脂肪って蓄えてるんで、蓄えてる脂肪を使おうという時に、下腹の脂肪を一緒に使ってくれるというものになっております。だから、その、長い断食とか、何日とかかけてやる断食とかだと、毒素とか抜けたり、デトックス効果はあるんですけども、脂肪の燃焼という形には適してなくて、あんまり食べないっていうと筋肉の分解とかが始まってしまうので、そうではなくて、もう半日以上ですね。男性だったら16時間ぐらい、女性だったら12時間ぐらいってあるんですけども、お腹の中に何もない状態を作ってあげるっていうものをやると、脂肪が落ちやすくなったりとか、あと、1日何も食べないとこだったら2日に一遍、各日で、開けながら断食をするっていう方法もあります。とりあえずそのプチ断食の方法については、細かくお伝えしているのは LINE 公式とかからだとそのプチ断食についての情報発信とかはしてたりする、しますし、プチ断食どうやるんですかって聞いていただければこういう方法がありますよっていうお伝えもしてますので、よろしければ概要欄から LINE 公式登録してみてください。はい、前回に続きお腹周りについて集中的にお話しました。正直、夏に向けて腹筋とかを割りたいのであれば、今の時期から挑戦している必要があるので、今の時期から徐々にゆっくりやっていっていただければ、何か極度に急に制限したりとか、急に何か辛い思いしたりっていうことがなくて、で、痩せていて腹筋が割れてないって方は純粋に腹筋も足りてないって状態になりますので、そういう方は腹筋してください。はい、今回は以上になります。今回の内容がいいねと思ったら高評価ボタン。で、もしよろしければ、LINE 公式に登録していただくと、僕の、YouTube でも発信してないようなダイエット情報とか、最新の YouTube 情報とか、限定動画、限定公開の動画とかも受け取ることができますので、よろしければ登録してみてください。はい、本日は以上になります。また見てください。じゃあねー。